すがクロム、まるで鏡を見てるみたいだな。これだけ似てたら他人には絶対見分けがつかないぞ。18号さんは俺とクロムをちゃんと見分けてくれるかな。見分けてもらえなかったらショックだな。多分大丈夫だと思うけど。なんてこと、心配してる場合じゃないか。もしここであいつを見失ったら大変なことになる。俺の姿で悪さなんかされたら警察官としての立場がない。というわけでお前が悪さをする前に倒させてもらうぞ。
く、クリリン、来てくれたのか。ヤムチャさん、よかった。意識はあるんですね。ああ。でもこうして話をするのがやっとだ。いや、すごいですよ。俺なんか悟空に助けられる。そうなのか。やけ。それがですね。またクローンだ。クリリン、説明は後だ。まずあいつをやっつけぞ。なんとかまともに動けるようになったな。話は大体分かった。俺が突然体が動かせなくなったのはその波動のせいなんだな。気が封じ込められるのは厄介だが、敵だって同じ条件なんだ。きっとなんとかなるさ。そんな一言みたいに言わないでくださいよ。今は一人でも多く仲間が欲しいところなんですから。クリリン。なあヤムチャ、またオラたちと一緒に戦ってくるよ。悟空、武道家を引退して随分経つ。腕が昔よりなまってるかもしれない。本当に俺が一緒に戦ってもいいんだな。ああ、せっかく道着も着てんだ。戦いねえともってねえぞ。大歓迎ですよ。それにクリリンだってちゃんと大丈夫だって。クリリンだってって、お前何気に失礼だぞ。
これだけ叩けりゃ十分だ。なあ、オラの体に入ってるおめえ、なかなかやるもんだな。カメハウスにいる18号さんとマーロンは大丈夫かな。これだけ敵が多いとカメハウスも危ないんじゃ。大丈夫さ、おめえより18号の方が強いんだろ。それはそうなんだけどさ、そうはっきり言われると悪い。なっ、クリリン、どっかでものすげえ気を感じねえか。あ、本当だ。今まで戦ったクローンと明らかに木の、もしかしてこの木ってセルじゃないか。確かに目のセルに比べっと小せえ木だけんど似てんけんどよ。セルの木は感じんのに戦ってる相手の気を感じねえぞ。相手の気を感じない。ひょっとしてセルと戦ってるのは16号じゃないか。そっか、あいつは人造人間だから気がねえんだ。何か手がかりがつかめるかもしれない。急いで行ってみよう。やっぱりセルだ。それと倒れているのは18号さん。お願い、やめてください。この人だけでも助けて。なんだ、どういう状況なんだ。この野郎、よくも俺の嫁さんを。おお、誰かと思えば孫悟空とクリリンじゃ。おめえ本当に復活
したんだな。正直おめたもい貴様とサンゴ藩の息の根を止めるため、じっくりそんな相手はオラがすっから、おめは18号のとこへ行ってやれ。すまない僕。18号さん、ダメだ、完全に意識を失ってる。あなたはこの人の知り合いですか？すみません、彼女は私を守るために。ちくしょう、シェル、絶対に許さない。ふっ、白々しい芝居をする女め。まあいいだろう、全員まとめて倒せばいいだけの話だ。むしろ孫悟空と戦うチャンスが早く巡ってきたと喜ぶべきか。すみません、誰だか分かりませんが、18号さんのことをお願いします。俺はセルを倒してくるんで。私を倒すだと？18号以下の力しかない。お前がやめろクリリン、君の勝手な相手じゃねえ。お姉さん一人守れずに夫を名乗れるかよ。随分と強くなる。当たり前だ、相手が誰だろうと18号さんを傷つける奴は許さない。知らんねえな、とっておきだ、十分慣れてきたみてえだな。さえいなければセル、止めだ。お前たちはいずれ自分がしたことの重大さを身をもって知ることになるだろう。その時にせいぜい後悔するがいい。なんだと？どういう意味？逃げられたか。気を感じねえ。探すのは難しそうだな。十八号さん、大丈夫ですか？多分気を失っているだけだと思います。お医者様に見てもらわないと詳しいことはわからないですけど。そうですか。あの、十八号さんをかばってくれてありがとうございました。いえ、こちらこそ助かりました。お二人ともとてもお強いんですね。まさか波動の影響下であそこまで力が発揮できるとは。
波動？なんか知ってんのか？あ、もしよかったら18号さんに何があったのか教えてもらえませんか？彼女には絶対にカメハウスから出るなって言っておいたのに。わかりました。実は私、レッドリボン軍に雇われていた研究員なんです。18号さんは波動で意識を失ったところを軍によってさらわれたのだと思います。何のためにさらわれたのかまではわかりませんが、もしかしてクローンが出現したりセルたちが復活した原因は？はい、全て軍の仕業です。私は波動によって戦士の気を抑え、他の人間を憑依させる研究をしていました。これはリンク技術というもので、つい先日完成したばかりなんです。ですが軍の目的が全宇宙の掌握だと知り、私は怖くなって逃げ出しました。18号さんとは逃走中に知り合い、一緒に逃げることになったんです。でも途中でセルと遭遇して18号さんが犠牲に。よくわかんねえけど、つまりレッドリボン軍が悪さしようとしてんだ。そんでおめえは軍を辞めようとしたら襲われたっちゅうことか？お願いです、レッドリボン軍を止めてください。もちろんです。二度と悪さをできないよう組織を壊滅させてやりますよ。ちなみにレッドリボン軍の基地がどこにあるかは分かりますよね？できれば道案内をお願いしたいのですけど。すみません、基地の正確な場所は分からないんです。何せ逃げるのに必死だったので。そうですか。そうだ、ブルマさんって人のところに一緒に行きませんか？俺たち今からそのブルマさんのもとに18号さんを連れて行こうと思ってるんです。あそこならここより安全なはずだしな。いえ、家族のことが心配なのでうちに帰ろうと思います。私のことより一刻も早くレッドリボン軍の基地を見つけてください。はい、わかりました。この道着を着るのも久しぶりだな。武道家だった頃の修行の日々を思い出すぜ。そういや、ヤムチャと一緒に修行したことがねえな。あ、ヤムチャ、今度はオラと一緒に修行すっか。冗談じゃねえよ。今の悟空の修行になんかついていけるか。それに俺はもう武道家を引退した身だ。修行なら…いや、俺だって家族のために引退してますよ。ま、クリリンは家庭を守るためにって言ってんだから仕方ねえよな。でもよ、ヤムチャは結婚もしてねえし、引退したって守るもんねえじゃねえか。それはだな、俺にだってそのいろいろと事情があるんだ。事情とかよくわかんねえけどよ、引退する意味ねえならオラと修行しようぜ。悟空、お前結構きついこと言ってるって自覚あるか？そんなことより今は目の前の敵に集中しよう。それにこの戦いが修行みたいなものだろ。そういうことで納得してくれよ。おめえなら楽勝だったな。
もだ。すげえな、もうコツつかんだのか。よし、次はこれだ。スカピン、これは寝てる？この前のペーパーテストの時と同じみてえだな。それにしてもこんなところで波動の影響ってことかな。うわっ、ゴクン、またクローンが現れやがった。またまた。
形が分かっか？おめえ地面にぶっ倒れてたんだぞ。うん、そうなのか。お前たち俺を助けてくれたのか。でもあれ、なんだか体がうまく動かないぞ。それは妙な波動の影響を受けているせいよ。詳しく説明するとね。というわけなの。わかった？もう、だから。変な波動、原因、あんた弱くなる、悪いやつやっつける、オッケー？ああ、もうこれ以上どう説明しろっていうのよ。まあ、ブルマさん落ち着いて。つまりオラたちの中に入ってるやつが異国の中に入ってるやつ、そいついいやつなのか。そう、いいやつ、すっげえいいやつだ。そうなのか。サタンもいいやつ。俺いいやつなら友達、お菓子やる。あれ、お菓子ないのか。そんならブルマが宇宙一うめプリンを用意してくれっぞ。え、私？この間のパーティーのプリンよりうまいか。もちろんよ。だから先にソン君たちと一緒に戦って。わかった。先に戦う、その後でおやつだ。大丈夫なんですか、宇宙一のプリンだ。もうソン君ってば、後で覚えてなさいよ。なあクリリン、お前どうして頭を丸めたんだ。この方が気合が入るような気がして。おかしいですか。おかしくはないけど懐かしいな。クリリンは昔からあまり変わっていないし、その頭を見てると修行時代を思い出すぜ。ですよね。身が引き締まるっていうか、俺も初心に帰った気分です。普通髪の毛が少ないと年を取って見えるもんだがな、その年になって若く見えるなんて羨ましいぜ。だったらヤムチャさんも頭を丸めてみませんか。もしかしたら若返って見えるかもしれませんよ。断る。言っただろ、髪の毛が少ないと普通は年を取って見えるって。それに髪の毛がないと女の子にモテないじゃないか。ヤムチャさん、まだ女の子にモテたいんですね。当たり前だろ、俺だって結婚したい。見た目はともかく、ヤムチャさんも昔から変わってませんね。こんな時に敵のことより女の子のことを考えるなんて。いやなんだ、そのためにも頑張って。へ、ほら雑談はこれくらい。ヤムチャさんはな。Ready?
礼は十分みてえだな。なぜだ。あいつらもうまく力を使えないはずなのに、なぜこの私が負けねばならんのだ。無様でしたね、フリーザ君。あなたの戦いぶり遠くから見物させていただきました。まったく私との約束を無視して抜け駆けした挙句敗北するとは。それであいつと対峙してみてどうでしたか。お前に教える義理はない。そうですか。実はですね、私の忠実な部下たちが面白い情報を仕入れてきたのですよ。
お前の忠実な部下というのはあのおかしなポーズをとる連中のことか。まあそうです、義勇特戦隊と言います。欲しくはありませんか。私の部下が手に入れた情報をあなたの持つあいつの情報と情報交換というわけです。なんだ、誰かオラの心に話しかけてくるぞ。そうピッコロか。すぐに来てくれ、敵が。敵？どこだ？数から木の実だね。